both. ugh 4時26分です。もうね、あと1時間ぐらいしたら暗くなってしまいます。なんで今日はもう短時間で追い込もうかなと思います。はい、で今日はもうちょっとトレーニングパパッとやって、で、まあ、暗くなってしまいますけど、その後にねちょっとトークをしていこうかなと思います。とりあえずね、まあ、今日はもうずっとね一日中あのキャンピングっていうか、まあ、前話したようにあのこれから山に入るんで、その準備としてキャンプ用品って言ってね、めっちゃいろいろ見てました。もう冷蔵庫とかテントとかで、まあ、ある程度ねバー見て、まあ、まだ何も買ってません。なんで、だいぶ時間が押して、で道もすごい混んでたんですよね。なんかだから今からトレーニングします。この時間はね特にみんなね散歩が多いんですよね。散歩は、ほんでここ俺あのだいぶ前にマグパイパークって言って、あのマグパイっていうなんか鳥がいて、なんかその鳥に俺襲われて、でその襲われたその次の日行ったらまた襲われて、でその2週間後ぐらいに行ったらまた襲われて、多分同じなんですよ。1匹にしか襲われないから。で後で調べたらマグパイはあの1回覚えたらもうなんか何十年何百年と忘れないみたいな顔を。はい、それで俺はもうここには一生来れないと思いきや、なんか半年ぶりぐらいに来たらもうそいつはいなかったのか忘れたのか知らないけど襲われなくなったから来てて、マグパイパークっていうね、本当は名前違うんですけど、マグパイパークっていう名前で俺は勝手に命名してたんですけど、最近はもうマグパイに出会わないので、ここはねあのドッグパークですね。うん、犬、とにかくね犬をなんて言うんだろう、みんなね放し飼いで散歩してるから、俺がトレーニングやってるとなんかめちゃくちゃカメラに映り込んでくるんだよね。あの俺のカバンの中漁ったりとか、俺が逆立ち売れたてやってるとこもう後ろからもうなんかクンクンしたりとか、だからもうここはもうねドッグパーク、はい、ドッグパークに変更します。もうマグパイは出会わないんで、まあ、時期かもしれないですね。今時期がマグパイの時期じゃないのかもしれない。はい、ということでやりましょう。もういつも俺もうおしゃべりだからもうどんどん喋っちゃうから、もうこの辺で喋りはやめて、でトレーニングしてその後におしゃべりな僕のトークをしていきます。いきましょう。はい、どうも皆さんこんにちは。ですね、もう10時37分ですよ。ちょっとリラックスしすぎてしまいました。だいぶねもっと早く話そうと思ったんですけど、はい、まあということで今からちょっと話をするんですけど、まあね、ちょっと遅いんでもうパパッと話をしちゃいますけど、まあ、僕のジムトレーニングについてです。まあ僕、数ヶ月前にジムトレでウェイト使ってもうバンバン体鍛えますっていうのをね、動画で宣言をしたと思うんですけど、それはどうなってるんだいということで、それについて話をしようかと思うんですけど、まあね、ジムトレーニングを始めて、で、1ヶ月ぐらいね、もうガンガン行いました。もうなるべく高強度、高負荷にこだわって、
重さにこだわって限界までやるっていうのをこだわって、でスケジュール的には仕事がね休みの日にはもう必ずジムトレをやって、で週3、1日休みがあるので僕週3はとプラス1日が半日だったので週4日はジムトレやって、で自重トレーニングに関してはもう毎日やってたんで、もう週7っていう感じでやって、もう彼完全にねもう分かってたんですけど心の中では止まれなくて、まあオーバーワークということで怪我をしてしまって、でその怪我がね結構ひどくて、今まで僕怪我してもなんかちょっと休んだら治ったりとか、そんな大きい怪我をしてこなかったので、やりながら治ったりとかっていうような感じだったんですけど、今回はちょっと違ってもう2、3日休んでも治らなくて、で復帰したらまた痛くてっていうのを繰り返してて、もうこれやばいなということで、もう10日ぐらいはもう全くもう何にもトレーニングをしないっていう日を作って、もう足ももうできるトレーニングも全部やめようと思って、とにかくもう体を休めようということで休んで、ほんでそしたらちょっとできるようになって、それでもまだ普通の腕立て伏せとかしかできなくて、で懸垂はまだ痛かったし、もちろんなんか自重技なんて全部痛くて、ジムトレーニングも痛いので、そっからほんと最近です、全部できるようになったのは。そっから1ヶ月ぐらいで懸垂はできるようになって、ででもディップスがね結構ずっと痛くて、あと懸垂で言うとあとマッスルアップも結構ずっと痛くて、なんかねこうストレッチを効かすような肩に種目が全然できなくて、でもほんと結構最近で、ね、3週間ぐらい前にまあ完全に復活したっていうような感じなんですけど、まあ本当にね僕はあのトレーニングが大好きすぎて、もう動いてないともう止まるとなんか死んじゃう人間というか、もう本当ね毎日トレーニングをしてない、トレーニングがもう楽しすぎてもう日課になってしまって日常になってしまって、なんかトレーニングを 100% でできないと、なんて言うんだろうね、もうご飯を食べれてないのと一緒というか、お風呂に入らなくて気持ち悪いみたいな感じで、お風呂に入らずに寝ると気持ち悪いですか、汗とかついてベタベタしてて、まあ、そんな感じの感覚なんで、なんで今回怪我をしてもうマジでショックで、マジでモチベーションして、もう二度と怪我をしたくないなっていう反省をして、でまあ最近はやっと治ってやってるんですけど、もう自重トレーニングが楽しすぎて、なんかもうジムトレのことを忘れてはないんだけど、本来だったら午前中自重トレやって午後ジムトレ行くのに、午前中自重トレやってで午後また自重トレ行っちゃうっていうような感じになってしまって、でジムトレは最近久しぶりに1週間ぐらい前からまたちょっと何回か行ったんですけど、まあね、あの1ヶ月間はもうめちゃめちゃガンガンやってたんで、最初怪我する前の、まあ、そこで分かったことが、まず今回僕が目標にしたのは自重トレーニングをバンバンやりな、 100% 一切妥協せずにジムトレーニングももう全力 100% で追い込むっていうような形を、でそれトップビルダーたちみたいなトレーニングを参考にしてやってしまったので、まあその結果あの怪我をしてしまったので、これはねトレーニングメニューの組み方が難しいなということで、自重トレーニングっていうのは基本的に僕は毎日ほとんどやってて、やっぱりねあの今日やっても明日できちゃうんですよ、自重トレーニングだと。やっぱりジムほど負荷が大きくないので、その分数とか回数をやらないと限界まで追い込めないっていうのが自重トレーニングなので、で僕はボディメイクよりも動き、なんか身体的な能力を上げるとか結構超人的な動きをするっていうのを方に満足感を得てトレーニングをしてたので、そのそれがすごいできるようになるんであれば、別に例えば筋肥大に良くないようなトレーニングをしてしまっても、筋肥大に良くないような毎日トレーニングプラス長時間のトレーニング、空腹でトレーニングとかも、でもそれでも自重技が伸びるんだったら俺はそっちの方が好きだったので、そういうのを犠牲にしてもやりたいタイプだったので、ちょっとこれエンジン切った方がいいかな、なんかブーってうるさいかな、はい、まあということで自重トレーニングはそういう感じで、あのまあ毎日やれてた感じなんですけど、まあ3日4日やって1日軽めにするみたいなルーティンでやってたんですけど、あのジムトレーニングってもうすごい高強度高負荷にこだわるんであれば、1週間 1V 多くても 2V っていうような形でやると思うんですよ。それは全力でそのすんごい負荷をかけてトレーニングをすると、例えば胸の日やったとしたら3日以上空けないと、1週間ぐらい空けないと回復しないということらしいんですけど、でもそのルーティンでいくと、要はもう月火水木金土日毎日筋トレをするわけで、で毎日どっかしらを限界まで追い込んでるわけ でそうすると僕の自重トレのパフォーマンス 100% でパフォーマンスできる日が
全くなくなってしまうという。自重トレは全部を使うんで、全身使うので自重技っていうのは。なので、胸を追い込んでたら、どっちみち自重パフォーマンス落ちるし、肩の次の日も落ちるし、自重トレで 100% 出せる日がなくなってしまうということで、これをね、組み込むのは非常に難しいなということで、まあ今回分かったのが、まあ、そこまで限界まで追い込まないで、ジムトレーニングをする。まあ自重トレーニングで鍛えにくい部位をジムでカバーするっていうような感じでやるか、それか、まあ、週1日が、まあ、多くて2日。で、その1日で、全身をやるっていうのが、ジムで。全身をなるべく追い込むっていうような感じで、ぐらいしか組み込めないっていうことが今回分かってしまって、どっちを優先するかなんですよね。なんで、もう、自重トレきっぱりやめて、もうジムトレでボディメイクしていきますっていうんであれば、まあ、そういう感じでやればいいんですけど、やっぱ自重トレーニーっていうか、僕はもう自重トレーニングを愛してやまない男なので、外で、自然の中、鉄棒で、ディップスバーで、日焼けしながら、自分の体を持ち上げたり、押したりするっていうのが、なんていうの、すごい楽しさを感じる男なので、なので、自重トレーニングがメインで、で、プラスアルファ、ジムトレーニングっていう形で、これからしていこうかなと思います。なので、ジムトレーニングは週1日で1回限界で追い込むか、まあ、鍛えにくい部位を、ちょこちょこやってかっていうような感じにしようかなと思います。まあね、非常に難しいけど、まあ今回それが分かったので、まあね、怪我をしないことがね、とにかく一番なので、怪我をすると本当できなくなって、トレーニング大好きな人にとってはね、もう怪我、動けないっていうのがもう一番最悪なので、筋肉持ちてしまうし、動きのパフォーマンスも悪くなってしまうので、体重もね、すごい維持変化が難しくなってしまうので、その時期で焼け食いして太っちゃったら大変だし、で、食わないなら食わないでもガリガリになっちゃうしみたいな感じで、もう第一はもう怪我をしないことだなということで、はい、そういうことでございます。まあね、前動画で言いましたけど、僕はこれからキャンピングなのか分かんないけど、最初はキャンピングスタートで、そこからサバイバルとかね、バックパックしちゃって山の中でテント張って、いろいろね、サバイバル的なテクニックで火を起こして、なんかご飯食べてみたいな、でシェルター作ったりっていうのもね、やってみようかなと思うので、なので、まあ、それはもっと自重トレーニングが大事になってくるし、まあね、ずっと山にこもるわけではないので、僕は。何日間山に行って、なんで帰ってきて、で、こっちで何日間過ごして、で、山行ってっていうような感じで多分なると思うので、まあ、もちろんね、自重トレーニングやらっていう、このもちろん WhatsApp ボディ、このチャンネルでのトレーニング動画もバンバン。そして、もう一つ何より、今回僕が予想してるのは、そういうね、山生活とかしたりとか、そういう過酷な状況を自分の身を置くことによって、やっぱり家でのんびりとね過ごしてたら、もう好きなもの食べ放題食べれちゃうので、冷蔵庫はすぐそこです。でもね、こういう僕今車生活してるんですけど、例えば今やったら冷蔵庫にそんな甘いものも入ってないし、っていうか今そもそもクーラーボックスなんで、あんまりね、こう冷凍のものアイスとかも入れられないし、甘いもの買ってもそんなね、買って入れるっていうようなことはないので、しかもなんか美味しいものを作るっていうこともめんどくさいので、はっきり言って車生活だから簡単に済ませたんですよ。で、外で食べるとか車の中で食べるとなると、全然塩コショウとか味気ない味でもすごい美味しく感じてしまうので、なんでそういう過酷な環境を置くことによって、食生活が乱れることがなくて、甘えて甘いもん食ったり美味しいもん食ったりすることがなくなるので、僕の体も非常に仕上がってくるんじゃないかなと。自重トレのパフォーマンスも上がるし、体もどんどんバキバキになっていくと思うので、ぜひ皆さんお楽しみにください。ということで、今日はこんな感じで動画が終わると思います。そうですね、今日で仕事終わったんですよ。僕今日で仕事終わったというか、一時的に寿司屋の仕事は一旦終了にして、ここからね、長期間も仕事しないので、その分山にこもったりとかトレーニングしまくってるか、もう YouTube を頑張らなきゃいけないので、もう今からはね、僕は貯金を崩しながら生活をしていこうと思うので、その貯金がなくなるのが先か、 YouTube がもうもっと爆発するのが先かというのをね、もう僕は突っ走っていこうかなと思うので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。ということで、今日はこんな感じで動画終わると思います。もしこの動画いいねとグッドボタン、コメント、チャンネル登録のもよろしくお願いします。ではまた次の動画で会いましょう。さよなら。